はい、コナンです。妖怪ウォッチプリプにやっていきたいと思います。来ましたね、妖戦の追加、さらにフイニャン、ジバニャンの出現率超アップ来ました。これは引いてもいいガチャじゃないでしょうか。僕はですね、今までガチャ引きたかったんだけど、この日のためにずっと我慢してきました。なので今日はですね、妖戦引いてですね、一気に大逆転狙っていきます。妖戦はですね、今回ダッキからのダメージダウンの特効があるということで、僕はもちろんダッキ倒せていません。封印はね、すべてやったんだけど全然倒せません。積んでます。なのでちょっとね、これは引くしかねえ。もうイベント積んでるからね。確率確認していきましょうか。トリプルゼータは 0.4% デフォルトに下がりました。僕はね、対抗棒も持っていないんで、今日はね、一緒に引いちゃいます。そして陽線は 1.2% きた。これはね、かなりチャンスあり。 1% 超えたら出やすいからね。その代わりコキビは 0.1 と、そしてフーニャン S が 1.6、 ジバニャン劉備に関しては 2.5 ということで、いつもであればダブルゼータだけの出現率アップなんだけど、今回はコラボということでサービスで他のねキャラもアップしています。これはもう引くしかねえだろ。僕はね、もちろんまだ何も持っていません。なのでもう神引き連発でいきます。10連いきます。当たり前じゃないですか。さあ神引き来るのか。4500ポイント三国志ガチャ、さあ来てほしい。もうね、今回の武道会、今までね、武道会って言ったらさ、集会イベントなんで来てください。おっと来た、これだ、これです、これです。虹カップ来ました。これはランク Z 以上確定です。もう武道会ね、今まで結構ね Y ポイント稼げたんだけど、今回ですね Y ポイント全然稼げねえ。もう信じられないぐらい稼げません。横取りありモードでやってるんだけど、それでもさ、11ポイントってさ、もうほぼないに等しいよね。なのでちょっとね、今回は神引くしかねえ。さあこれで来るのか。しかしですね、ランク Z 以上のキャラ今回たくさんあるし、このフユニャンもさ今アップしてんだよね、 1.6% なので 1.2% 陽線引けるかどうか、これ死活問題だよ、マジで。僕にとってはね、この厳しい Y ポイント情勢の中来た。マジで赤カップからのディアー。さあこれはジバニャンですね、 2.5% 極オロチ特攻来ました。極オロチもね強いんすよ。もうなかなか倒せねえ、時々負けるからね。だからここで特攻来たのはチャンス。しかも僕極オロチさ、まだ全然技レベル低いからさ、周回で今回限界突破マックスまで狙っていきたい。これは嬉しい。まあ言っても 2.5 だからね、まあ、2.5 はさすがに出るっしょということで、ここはまあ抑えていきましょう。さあこっからだよね、こっからです。妖戦来るのか。さあジバニャン劉備、ここは通過で、やべえこの神引きターンで全て出しちゃうのか。もちろん今回妖戦引きたいんだけど、さあ西角来ましたね。もちろんね、対抗棒でも全然構いません。なんならコキビでも OK です。僕は横取りありモードでやってるんで、横取り特攻欲しいんです。今回のねコキビの横取り特攻も強いらしいからね。さあ虹カップもちろん止まるでしょ、多分ね、さすがに止まるっしょ、持ってないからね。さああとは高めの対抗棒で来るのか、陽線で来るのか、それともフイニャンでかするのか、確率的にはやばいな。それとも 0.1 のねコキビ大鬼神をこの掴んでくるのか。さあ行きます。これこそ神引きの進化が問われる時。さあ来てほしい、頼むぜ、マジで頼むぜ。もう引けねえ、怖くて引けねえわ。これこの緊張感、このワイポが厳しくなってきたからこそこのガチャの興奮度が高まる。何なのこの相反する、このいきます。さあお願いします。今年一番の神引き
止まった当たり前だ。そしてこっからのでやこっちか、こっち来たか。ふにゃエッソソハオリネのとこ 1.6%、 こっち来ましたか、来ましたか。まあいいでしょう。でもハオリネもね、僕欲しいからね、いいけども、こっち来たか。恐ろしい、恐ろしすぎる恐ろしすぎる。まあでも 1.6 と 2.5、 まあ確かに確率通りといえば通りなんだけど、恐ろしすぎる。でまあでもこれ神引きと言っていいんじゃないの、神引きと言っていいでしょう。さあもちろんこんなところで終わるわけにはいきません。このうん来てるからね、これはもう一緒にさ陽線対抗棒引いちゃうしかないっしょ。さあ行きます、10連いきます。あ当たり前じゃないですか。さあ来てほしい、頼むぜ4500。さあ昇天しまくり来るのか。僕はね妖怪三国志もね毎日やってますよ。結構ね面白いアプリで僕は結構好きなんですよ。てい、あったガールドのウィスパー、キングカップ一つかい。いやでもこっから陽線来る可能性もあります。だから侮れません。もしくは対抗棒来る可能性あるのか。さあ金カップか。さあ他のキャラもさ欲しいからさ、極吹雪もね結構強いからさ、コマさんなんかもね引いちゃいたい SSS ランク十分あります。止まれば新キャラ。マジか、今回のガチャは恐ろしい、恐ろしい。さあおう、ここは秘伝書で来やがった。アイテム郵便に送られました。激アツです。恐ろしいね。単発でいきます。さあ今回さ対抗棒欲しいんだよな。さあいきなり単発黒玉からの引いちゃうわ。てい、おっと赤ミスか、ここで切れたのか。てや、駒損作。やべえな。今回ね、対抗棒欲しいんだよな。どこまで追うのか。よいしょ、あった、赤か赤か、黒玉来てほしい。ジバニャ通常ジバニャ、やべえなおい。さあラスト行くわ、ラスト。さあ来てほしい、よいしょ。赤ミスか、尽きたか尽きたか、赤カップからの、マジか、運ねえのか。いやいや、でも10連で引いたからな。もう一回行くわ、もう一回、もう一回ラストと言いながら、こっからが長いパターンか。いつもねやめようとすると出るんですよ。よいしょ、赤か赤か、コマさん門芸ビーム、やべえな。ちょっともう一回だけ行かして。さあおろします。今回の稼げないイベントやめて。これはおっとゴールドのカプセルからのでや、秘伝書、秘伝書は美味しいね。ちょっともう一回行かして。秘伝書よう出るな、どうなってんだ。おろします青カプからの、コマジローソン、コマス、コマジローか。マジのラストいくわ、マジのラストいきます。てい、赤か赤か赤カップからの、あ、なんかバナナ叩き売りパンチ、やべえなおい。さあ皆様ね、何回ぐらい回して何が出ましたでしょうか。そのあたりねコメント欄で教えてほしいなと思います。ちょっと待てよ、やっぱりでも対抗棒欲しいんだよな。この後おそらく今回2日間なんで対抗棒のガチャ超アップ来るでしょう。そこでまたね勝負に出たいなと思います。もしくはちょっと陽線もね諦めづらい、ちょっとね作戦練るわ。
とりあえずねトーナメント進めていきたいなと思います。やばいっすね。